はい、倉林明子さん。え、日本共産党の倉林明子でございます。今日は人事官候補川本裕子を参考人に。え、失業させていただきたいと思います。えー、まず最初に私の方からもですね、あのジェンダーギャップ。の問題で、あの意見表明の中でもありましたけれども。国際的に大変遅れているのが今の日本だという認識は共通していると。思ってお聞かせいただきました。えー、先日ですね、れこ列国議会同盟。 IPU、I で国連の UNWomen が、まあ、共同で、えー、発表したものですけれども、女性の閣僚比率が世界全体で見ると21.3%、こう過去最高という水準になったものの、日本は15.8%と、G7 で最下位だっていうことでした、えー、世界で見ますと、190カ国中113位っていう位置にありまして、これ、 実はです、ね、日本の国家公務員を見てみますと、指定職相当ではわずか4.4%という状況にあります、まあ、こうした実態についての認識とです、ね、人事官候補としての問題意識も触れられましたけれども、もう極めて少ないという指定職級以上の指定職相当の女性比率をどう高めていくのかという点でのご意見をお聞かせいただきたい。 川本参考人。はい、あの、倉林委員には、申し訳ないんですけども、先ほど私、あの。の、えっ、ー、と、応答で、言い間違いをしまして、テニスはいいけれども、ゴルフはダメというのを、反対を申してしまいましたので、ここで訂正させていただきます。すみません。で、ごめんなさい。えっ、ー、と、ジェンダーギャップについて、話させていただきます。国家公務員の、その、えっ、ー、と、すみません。男女共同参画の実現は、人事行政につい。 において非常に重要だというふうに思っております。世界の120カ国がま日本よりも男女均等的まあ、日本の結局前に120カ国が結局、日本よりもまあ進んでいるということでありますので。 公務部門は率先してて取りり組むべきだというふうふに思っておりますで日本には、先ほども申し上げましたけど、強固な性別役割意識があって、女性の活躍を阻害してきた面は否めません。学校終了時点では、男女に差がなくて、法律も整備されているのに、未だ国全体で非常に意識が低くて、テレビのコマーシャルなどでも、性別役割意識を固定するものもあります。 ですので、やはり登用を増やすには、期待して鍛えるということかと思っておりまして、やっぱり女性にはこれまで投資がなされておりませんので、人事評価を客観的に行えば、まあ、自然と増えていくと思っております。女性は実績で評価され、男性は可能性で評価されるとよく言われますし、あの女性で昇進している人は、同じ地位の男性よりも長時間労働であるという調査もあります。 もちろん霞が関の長時間労働は、女性だけでなくて、男性にとっても職場としての魅力を失わせて持続可能ではないと懸念をします。もちろん、自然に増えるのを待っているだけでは速度が速くなりませんので、施策が必要です。テレワークなど、場所にとらわれない働き方は、女性活躍の可能性を広げると思います。私も30年前から外資系ですので、電話会議、メール、ボイスメール、 後にビデオ会議などを使って、まあ、こういうテレワークも取り入れながら、子どもを育てながら仕事を続けられた経験がございます。あの女性職員の登用拡大に向けては、まあ、人事院においては、女性職員を対象にした業務遂行能力の身長やキャリア形成を支援する研修。 また管理職員を対象に意識啓発を目的とする研修も実施されているというふうに聞きますし、ハラスメント防止対策にも取り組んでいるものとあの承知しています。あの男性、やっぱり管理職への研修もあった方がいいと思います。 ドイツの国防省は、部下の女性がをどれだけ育てたかということを、評価の対象にしているというふうに聞きますので、いずれにしましても、政府は意思決定層の30%の女性を目標にしているわけですから、計画的に進めていく必要があると思っておりますさん、はい、2025年度末で政府の目標は8%にとどまっておるんですね。確かにあ期待して鍛える 大事な観点だと思いますしかし、女性が働き続けられない、やっぱり育児や子育ての面でのギャップも大きくありますので、環境整備ということもぜひ視野に入れていただきたいなと思います。えー、そこでですね、昨年あの、東京高検の検事長の定年延長をめぐりまして、国会で大きな議論となりました。えー、高いい独立性が求められる検察官の人人事事にはです、ね、人事院は院しないと これ、原則でありました。で、政府の法解釈の変更で変えられたという事案でありました。これね、検察の独立性を脅かしたというだけではなくって、私はあの人事院の中立公正性にも、これ、重大な影響を与えたのではないかと思っています。ご見解、ご見識をお聞かせください。川本参考人、はいあの。検察官の勤務延長に関する経緯を、詳細に承知しているわけではありませんが、 国家公務員法と検察庁法の適用関係は、検察庁法に定められている特例の解釈に関わることであるから、検察庁法を所管する法務省において、整理されるべきものであるというのが政府見解だというふうに、まあ、認識をしております。仮に人事官に就任した場合には、国家公務員法の所管官庁として、法の適用関係について、私、 の立場で中止してまいりたいと思っております。黒井さん。まあ中止するだけでなくてですね、政府からも中立公正性が求められているそういう存在であるということは指摘をしておきたいと思います。えー、そこで、えー、政府がですね批准しております ILO 八十七号条約そして九十八五条約についてなんですけれども、ILO、はい、からは度重なる条約違反である旨の勧告が。 繰りり返しされております、まあ、政府は無視をしております。で、労働基本権団結権、団体交渉権、葬儀権、これ本来ですね、公務員にも保障されるべきであって、早期かつ完全な回復が必要だというふうに思います。で、それについてのお考えと、人事院がですね、果たすべきこうした労働基本権制約の代償機能についてですね、改めて、あすいません、時間がなくなってきたので。 短くお願いできるとありがたいです <laughs> 川本参考人はい、あの ILO 結社の自由委員会から類似の勧告がなされていることは承知しております該当する ILO 憲章では労働者に団体交渉権を保障することを締結権に求めていますけれども 同時に国の行政に従事する公務員は、その対象から外している、すなわち労働基本権の制約を認めていて、これらの公務員に対して適切な代償手続きの保障を求めていると理解をしています。日本政府は、非現業国家公務員は、ILO の言う国の行政に従事する公務員に該当する。なので、 現況は ILO のの原則にししないいとと立場とお聞きしています韓国文を拝見しますと、ですね ILO に日本の現況について、丁寧に説明していくということも一方で大事かなと思います黒林さん。たびたび勧告を受けているということは、えー、頭に置いていただければと思います。で、人事院はですね、まあ、政府から独立して中立、そして国家公務員の身分の任命含む、 賃金労働時間と、これ、労働条件を定めるっていう役割があるわけですが、勧告についてですね、実態、給与のマイナス勧告が出されたり、人事院の勧告の水準をはるかに超える公務員給与の削減ということも行,行われております、これ、決してね、十分な代償機能を果たしているとは言い難いと思うわけです。で、現状の人事院が果たしている代償機能に対する評価、率直にお聞きしたい。 川本参考人、はい、あの労働基本権を制約してされている国家公務員の適正な処遇を確保するために、国家公務員法に定める情勢適用原則に基づいて、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準に合わせるという民間準拠を基本として行われているというふうに承知しております。ででですののの民民間間給与水準が上ががが上るるる場合でなく下がる場合合なく下においても公務と民間の給金をるとを図こ 国家公務員給与を社会、一般の情勢に適用させるという、国家公務員法第28条の情勢適用の原則の定めに合致しているものと、まあ、理解をしております。民間人権を基本とする国家公務員の給与水準を決定する仕組みは定着していて、厳しい民間の諸条件の中で、今後とも国家公務員給与に対する国民の理解を開く得ていくために、マイナスの方向の場合であっても、 人事院が正確な調査に基づく民間給与との比較によって適正な水準を勧告していくことが重要と考えております以上で終わりますありがとうございます。